皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。それではですね、遅ればせながら新年一発目の動画ということで、創作欲チャンネルはですね、4周年を迎えることができました。今年もですね、皆さんにたくさん見ていただける動画を作っていきたいなと思っています。まあですね、2022年、まあ、とりあえずこのチャンネルの目標はですね、チャンネル登録者1000人というところが、まあ、目下の目標になります。はい。まあ、あと、現在でですね、あと30人くらいですかね、で、まあ、1000人になるので、まずはそれを目指して頑張っていきたいなと思っています。はい。ではですね、新年一発目のネタなんですけれども、つい最近ですね、まあ、2年半ぶりくらいにですね、スマホを機種変しました。はい。で、今まで使ってたのが Google Pixel 3 の XL だったわけなんですけれども、で、次のスマホはですね、また同じ Google Pixel の6の Pro にしました。はい。で、モデルはですね、256GB の、まあ、あのグレーっぽい本体だったと思うんですけども、っていうのはまだ物は届いてるんですけど開封をしてないので、まあ、開封の儀ですね、今回ですね、それをちょっとやってみたいなと思ってます。はい。おっと、というわけで、こちらソフトバンクのオンラインショップで、買ったやつなんですけど、一応お店に行ってですね、機種にしようかと思ったんですけど、お店に行った時にちょっとその物がなくてですね、結局オンラインショップで買うことになったわけなんですけど、届いて数日経ったんですけど、まだちょっとね、開けてなかったんで、今回ちょっとね、開けてみたいと思います。はい。はい、というわけで、Google Pixel 6 Pro の、これ、ストーミーブラックっていうんでしたけどね、このグレーのモデルなんですけど、まあ、今回はですね、まあ、もうレビュー動画とかいっぱい上がってますので、別に改めてやろうというわけじゃなくて、まあ、シンプルに、まあ、開封の儀をやっていきたいなと思うんですけれども、はい。じゃあ Google Pixel 6 Pro 箱を開けていきたいと思います。デュルーと、はい、こちら、ストーミーブラックの本体ですね。今使ってる、まあ、Google Pixel 3XL なんですけど、まあ、この裏側ですね、ここはちょっとこう、なんていうか、すりガラスっぽい質感なんですけど、この Pixel 6 Pro はこういう風にですね、もう蛍光灯が映ってますけど、もうテッカテカのピカピカですね、これね。はい。だもんで、まあ、多分これ指紋とか、傷とかすごい目立っちゃうんだろうなと思うんですけど、まあ、一応今回はですね、まあ、安物ですけど、ケースと一応表面に貼る、ガラスのフィルムとは一応買ってあるんですけど、じゃあですね、これ出してみましょうか。とっとっと、まあこれは説明書で、まあ、これ変換コネクターですね。あとは、まあ、タイプ C のケーブルですね。充電器はついてないんですけど、まあ前使ってるやつがあるんで、それで大丈夫ですね。じゃあこの表の紙を剥がします。ベリベリベリと、はい。非常に綺麗なガラスですね。はい。じゃあ、まあ指紋とかつけちゃう前にこのね、フィルムだけ先貼っちゃおうと思います。はい、はい。じゃあフィルムはこちらですね、まあ、ガラスフィルムなんですけど、まあAmazon ですごい安いやつ買ってみたんですけど、まあ一応使えるっていうことで、まあどんだけ、耐久性があるのかっていうのはちょっとね、未知数なんですけど、まあ、とりあえずこれを貼っていきたいと思います。はい、フィルム貼ってみたんですけどね、なんかちょっとなーっていう、まあ、安いもんだからしょうがないんでしょうけどね、ピクセル3はフィルム貼ってなかったんですけど、まあそれでも、まあ、多少細かい傷がつくとか、ちょっとね、一箇所だけ深い傷がついちゃったんですけど、まあ、2年半使ってそんな大きなダメージはなかったんで、別に
今回はフィルム貼らなくていいかなとは思ったんですけど、まあ一応、まあせっかくの新しいスマホなんでね、一応フィルム貼ろうかなと思ったんですけど、まあ Pixel 6 Pro、まあ Pixel 6もそうなんですが、この本体の後ろにあったですね、指紋認証のあれがなくなってて、この画面の中で指紋認証をするんですけど、その、まあこの指紋認証する場所が、こういう風にですね、ちょっと色変わって見えてるかと思うんですけど、そこだけちょっと、質感変わってるんですけど、そこだけやっぱりちょっとね、なんかこう浮いてるっていうか、なんか白っぽく何かが入り込んじゃってるっていうか、いう感じになってるんですけど、うん、まあとりあえずですね、しばらくこれで使ってみて、まあなんか嫌な感じだったらフィルム剥がしちゃおうかなと思うんですね。はい。でまあ、Pixel 6 Pro の特徴として、この背面のカメラがあるんですけど、まあ、Pixel 6 Pro だけにあるのがですね、この、左から3つ目の、はい、これ望遠レンズですね。これだけが Pixel 6と Pixel 6 Pro の違いというところで、まあ、光学で4倍でしたっけかね、のズーム撮影ができます。はいはい、でちなみに買ったケースがこちらになります。はい、ちょっとネイビーのですね、シックなカラーのカバーを選んでみました。はい、ちょっとここがですね、カーボン調の模様が入っているものですね。はい、これを上にガチャッと、はい、はめ込みました。まあ、裏面がツルッツルなんでね、やっぱりこう掴んだ時に滑りやすいと、で落っことしちゃう危険性がやっぱあるっていうことで、やっぱケースはどうしても必要かなと思ったんで、まあこういう、まあ、ちょっとね、掴みやすいやつを買ってみたんですけど、まあ、幅的には今までの Pixel 3と、まあ、ほぼほぼ変わんないんでしょうけど、高さがまあ若干ですね、若干ちょっと大きくなったかなっていうところですね。はい、でまあやっぱりちょっとずっしり重くなっちゃいます。ちょっとケースもやっぱり、今まではこのソフトビニールというか薄いやつだったんで、まあ、軽いっちゃ軽かったんですけど、これちょっとハードめのやつなんでそこそこ重くなっちゃいますけどね。はい、まあ滑って落っことするよりはマシかなと思います。はい、じゃあですね、電源入れてみましょうか。はい、じゃあちょっとね、出力設定の方ですね、やっていきたいと思います。はい、というわけで Google Pixel 6 Pro 一応セットアップ終わりまして、一応その今撮ってるカメラが Pixel 3なんですけど、そこから一応データも移行できて、まあ、使い始める感じなんですけど、まあ使ってみての感想はですね、また後日ちょっと別な動画を作りたいと思いますので、まあ、今回はこの開封までというところにしたいと思うんですけど、まあ、話題になっている、まあ、消しゴムマジックですとか、文字起こしっていうのをね、またちょっと、使ってみて感想をね、ちょっと述べたいと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。